おはようございます。私は、成長の家本部講師の黒岩正宏です。第2回目の本日は、成長の家創始者、谷口正治初代総裁の著書、審判栄える生活365章をテキストに、言葉の力を活かして幸福な人生をというテーマで話をさせていただきます。 さて、今日のこの放送をお聞きの皆様、成長の家では言葉には力があるということを日頃からよく申し上げております。それはどういうことかと言いますと、人々が話す言葉や心の中に思う言葉には力があり、この世界に影響を及ぼしているという意味なのです。本日のテキストの157ページには、 次のように書かれています。引用をいたします。すべて私たち自身の言葉は心にある影響を与え、心の振動はまた互いに関応して集団的波動となり、それが愚象化して現象界の事物を作り出すのである。引用を終わります。ここにありますように、私たちは日頃、 たくさんの言葉の中で生きています。これらの言葉には大きな影響力があるのです。例えば食事をしようとレストランに入ってエビフライを注文したとします。するとしばらくしてエビフライが提供されます。またカフェオレを頼めばカフェオレがちゃんと出てきますね。これはエビフライという言葉が エビフライを呼び、カフェオレという言葉がカフェオレの形を作り出しているのです。また、会社で仕事をしているときも、係長を呼べば係長が来ますし、課長と呼べば課長さんが返事をしてくれます。皆さん、そんなことは当たり前だと思われますかしかし、実は私たちの使う言葉は、 言葉それ自体に意味内容を現実化、具体化する力があるのです。そしてこの言葉の力はいついかなる場所でも時間にも関係なくどんな人であっても同じように働きます。スマートフォンや手帳に自分の予定を書いている人も多いと思いますがそこに書いてあるデートや食事会の予定も日にちと時間と 会場の場所などを書いてあると思いますが、実はどれも言葉の力によって動いているのです。頭の中の記憶も同じことなのです。ところで、皆様はどんな趣味をお持ちですかゴルフや映画鑑賞、音楽、絵画、囲碁や将棋、演芸という人もあるかもしれません。そういう私の趣味といえば、最近では 落語を聞いたり、スポーツの鑑賞でしょうか。そんな私ですが、実は子供の頃から音楽が大好きだったものですから、バイオリンやピアノを習い、中学生の時には合唱部で歌を歌っていました。九州地区のコンクールで優勝をしたりする実力のある中学校でした。さらに高校生になってからは音楽大学を目指すことになり、 クラシックの声楽の勉強を専門的にするようになり、目指していた音楽大学にも合格して、9年ほど音楽の勉強や音楽関連の仕事をしていました。そういう中で私の心の中に大きな夢が芽生えてきました。それはいつか何百人もの大勢の人の前で一人で歌を歌いたいという夢でした。 この夢を18歳ぐらいから心の中でずっと思い続けていました。その後は20代後半で就職し、一人で歌うことからは離れていました。それでもついた仕事は得意分野の音楽関連の仕事でしたが、自分のわがままからその仕事は辞めてしまいました。そして28歳で成長の家の行事、 連成会を受けることになりました。連成会とは、合宿して真理を学び実践する集いのことです。この連成会を受けたおかげで、私自身、暗かった心が明るくなり、何事にも積極的、建設的な考え方に変わっていきまして、その後の人生が好転し始めました。おかげで、私はその後、 成長の家総本山という長崎県西海市にある成長の家の事業所の職員になることができました。神様をお祭りした神社ですから、祭典の中に雅楽という音楽はあるのですが、西洋音楽とは全く異なるものですから、私の心の中では西洋音楽に関わる仕事はもうできないなと思っていました。そんなわけで、私は先ほど申し上げた 心の中の夢を完全に忘れてしまいました。その後、数年経ちますと、私も雅楽や神楽に関わるようになり、はじめは複数の神主の後ろで、神楽奉納の際に歌を歌っていました。そうこうするうちに、先輩の数名が移動して、他の仕事に回られまして、大きなお祭りの神楽奉納の時になると、 私の目の前にマイクが置かれて、神様と参列者とを前にして、神楽の歌を歌うことになったのです。私は一千人にもなろうかという大勢の参列者の前で歌いながら、ふと気づいたのです。これは十年も前から思い続けていた夢。大勢の前で歌いたいという夢が叶っているじゃないか、と。私の場合、 心の中に以前からあった夢が結果として実現したわけですが、実はどんな方でも心の中で思い続け、唱え続けている言葉は祈りと同じように愚象化する力があるということです。そのようなことから、家族の幸福や自分の成功、世の中が平和であるように思い続けることは意味のあるとても良いことになるわけです。また逆に、 心の中の言葉も、口に出す言葉も、ネガティブな言葉、破壊的な言葉は避けた方がいいと言われています。本日のテキストの151ページには、次のように書いてあります。引用します。ありがたいな、嬉しいな、素晴らしいな。常にこうした、感謝と散々の言葉と想念を持って、 境遇に対して、事件に対して、環境に対して会いたいせよ。そこに実際、ありがたい、嬉しい、素晴らしい状態が現れてくることになるのである。引用を終わります。このように、成長の家では言葉の力を具体的に使っていくことをお勧めしています。私が中学生の時、 中学生向けの成長の家の行事に参加したことがあります。そうしますと、演壇からお話ししてくださった大人の方が、高校受験の人は、紙に〇〇高校合格と志望校を書いて貼るといいよとアドバイスしてくださいました。その時、中学3年生だった私は、帰宅してから紙に県立高校合格 大きな字を並べて書き、勉強机の前に貼りました。それは受験まであと2ヶ月というような切羽詰まった時期でしたが、私自身の受験勉強にすぐに良い効果が現れました。どんな効果があったか、3点挙げさせていただきます。1、自分自身で合格と書いて貼ったため、すぐに勉強する意欲が湧いてきた。 2. 毎日、合格の文字が目に入り、受験に対する投資が持続した。3. その結果、机でしっかり勉強する習慣がつき、勉強自体が楽しくなった。こんなありがたい効果が出てきたのです。自分でもちょっとびっくりしました。この時期は受験前最後の60日でしたが、 それまで一日六十分ぐらいしか勉強しなかった私が、毎日五時間は勉強するようになり、そのため中学三年間で学んだ教科書の復習をきちんとすることができ、とてもいいまとめの勉強になりました。おかげで受験当日も必要以上に上がることもなく、試験問題と取り組み、無事志望校に合格することができました。私自身、 このような経験から、言葉には力があるということは本当で、その力をその後の人生に活かしていくことになったのです。私は子供の頃から今に至るまで成長の家の書籍を読んで、これは人生の参考になるなと思うことがたくさんありました。その中でも私が実行したことをいくつか紹介しますと、一つは、 日頃から明るい積極的な建設的な言葉を選び、口に出し心の中でも思うようにすること。二つ目は、どんな人でも良いところがあるので、学校でも仕事場でも周囲の人の良いところを探すようにすること。三つ目は、新聞、テレビや一般の書籍を見たときは、明るい良い言葉や内容のみを記憶し、 心に印象づけるようにする。心の中に暗いこと、悲しいこと、嫌な出来事などを長い時間放置しないこと。こんな努力を私は15歳ぐらいからずっと続けております。数十年間そんな心境で生活しておりますので、おかげさまで自分で振り返っても本当に明るい人生を送ってこられて幸福だと感じます。 本当にありがたいことです。私は自分が住んでいる沖縄県で成長の家の地域の責任者をしておりますので解決したい問題のある方が相談をしに来られることが時々あります。そしてその方の悩みをよく聞かせていただいて解決するためのアドバイスをさせていただきます。そんな場面で私がよく申し上げることは 人間は本来素晴らしいのだから、あなたにも必ず良いことがやってきますよ。ということでありまして、次のような言葉を毎日唱えるようにお勧めしています。私は神の子、完全円満。これから毎日、あらゆる点で、一層良くなる。必ず良くなる。そうしますと、このアドバイスを受けて素直に実行してくださった方は、 概ね人生が良い方に向かい、素晴らしい結果に結びついているようです。一昨年のある日、40代の女性が教科部に来られました。教科部とは、成長の家の真理を地域の皆様にお伝えする拠点のことですが、この女性は、5年ほど前から成長の家に興味があり、成長の家が出版している書籍を購入して、本の内容に感銘を受け、 さらに数冊を求めて一人で読んでおられたそうです。そして本に書いてある人間は素晴らしい存在である人生はいくらでも改善していけるという内容を共感を持って読むうちに真理について語り合う仲間が欲しいと思って那覇市内にある成長の絵沖縄県教科部に来訪されたのでした。そして教科部で行われていた 女性の集まりに数回参加した後、個人的に相談したいことがあると言われましたので、2時間ほどお話しさせていただきました。私は、この方が抱えておられる様々な事情を十分伺った上で、先ほど紹介した言葉、私は神の子完全円満。これから毎日、あらゆる点で一層良くなる。必ず良くなる。 この言葉を神に書いてお渡しして、朝目覚めた時に20回、夜寝る前に20回、この言葉を唱えるようにお勧めしました。この女性は、それから1ヶ月後にお会いした時に、あの言葉は毎日ちゃんと唱えています。もう覚えていますよ。と、ニコニコして言っておられました。そして実際に毎日休まず唱え続けられて、その後、 彼女の悩みは見事に解消されて、今も喜んで真理の勉強をし、心理を活かした明るい毎日を過ごしておられます。彼女の生き生きとして幸せそうな姿を見ておりますと、言葉の力の大きさを改めて実感するとともに、人間は本当に素晴らしい力をうちに秘めているんだな、と改めて思わせていただきました。ここで、 本日のテキストの157ページを一部省略して引用いたします。楽しい言葉を常に語っておれば、楽しい環境が現れてくるし、荒っぽい言葉を常に使っておれば、荒っぽい環境が現れてくるし、悲しい言葉を常に使っておれば、悲しい環境が現れてくるのである。それゆえに、良き言葉、明るい言葉、 楽しい言葉を使わなければならない。引用を終わります。本日、このラジオ放送をお聞きの皆様も、ぜひ、良き言葉、明るい言葉、楽しい言葉を使うようになさったらいかがでしょうか。私たちの周囲には、意識してみれば、いいものに溢れていることに気づけると思います。朝、目が覚めたら、生きていること、割と体調がいいこと、 ご飯が食べられることに気づき、これらのことに感謝する。仕事を持っている方は、会社や仕事があることに感謝する。仕事をしていない方も、ものを考える時間、本を読む時間、人とゆっくり話す時間があることに感謝することはできます。家族がいる方は、家族がいることに感謝する。一人暮らしの方は、知人、 友人、親戚がいることに感謝する。このように考えていけば、私たちの周囲にはありがたいもの、いいものがたくさんあることに気づくことができると思います。そうお考えいただき、なるべくこのような明るい積極的なものの見方、考え方で自分の周囲を見渡してみてはいかがでしょうか。それでは時間が参りましたので、 本日の私のお話を終わらせていただきます。